エキューベペプラーです。信長の野望大使パワーアップキッド、さあ始まりました。徳川綱吉プレイで始めます。ではね、前回の続きでね、というか前回ね、南部をね倒したんですよね。でその時に縛りでね、実は、大名、敵対した大名は処罰するということでね、やっていたんですがね、前回南部をね処罰するのを忘れてしまいましたね。ということでね、今回は私のね特有の対名でね、指名手配っていうねやつをやってね、発動させて、南部をね、これは追放ですね。本当は切りたいんですがね、まあ追放ということでね、でやつはね、追放して、でもし次ね敵として現れた場合はね、切るというかね形を取りましょうかね。ではね、指名手配でね、やつを放逐したのでね、ではね今回は、まずはね、この長宗我部ですね。長宗我部を敵にしたいなと、いうことでね、長宗我部にね手切れをね、言い渡して、まずはね攻めていこうかなと思いますね。あ、毛利と同盟が、これは、ではね、もう各地のね大名と信頼度が一気に下がりましたのでね、ちょっと結び直してね、で毛利とね同盟を延長してね、で長宗我部を倒していこうかなと思いますね。とりあえずね、まずはこちらの方からね攻めていきましょうかね。このね、鍵城ですね。お、銀町ちゃいますね。鍵城を攻め落とすということでね、やっていきたいなと思いますね。で、これはね農兵で、騎馬隊などはね禁止ということでね、こちらで攻めていきたいなと思いますね。まずはねこの形で、あとはそうですね、こちらの方を攻めていきたいのですがね、秋城をね、目指しましょう。まずねこの形で行ってみようかなと思いますね。進むぞ。ではね、これは武装してないですよね。騎馬隊などはいませんね。ではこの形でねやっていきたいなと思います。ご命令を。まずねこの患者を送っときましょうね。そろそろ竹中半兵衛さんがやばいのでね、彼はねちょっと使わないようにしときましょう。何かあるとねちょっと面倒なのでね、あとは大丈夫ですね。ではねこのまま進めていきたいなと思いますね。志果たさずして賞は終えられぬ。向こうは対名使ってきましたね。ではこちらもね、どれ、この稽古をつけてやるとね、無味無感ってやつですかね。あとは農兵精錬でもやっておきましょうかね。稽古をつけてやるとしよう。ではねこのまま進めていきましょうかね。ご命令を。あとね農地はこれは適当にやって、
で、まあこのままね、どんどん進めていきましょうかね。志果たさずして賞は終えられぬな。よし、戦いになりましたね。ああ、これはどうだろうな、勝てるかな。うん、向こうの方がね、部隊が、うん、少ないのでね、なんとか勝ち目はありそうですがね。うん、まずね、梅火で敵の兵士を減らしていきましょうかね。こちらはね、左の方から攻めていく形を見せましょうかね。うん、これこのような形でね、まずはこの左の方からね、潰していくと。あとはね、のろし台を置いて、でここでね、見張り台を置いてね、であとは鳥居ですね、鳥居を配置して、まあなんとかやっていけるでしょう。鳥居これはいらないか、いや、やっぱりいるな。鳥居をね、これ配置して、まずは左の方からね、落としていくと。ではね、このような形で始めたいなと思いますね。行くぞ。うん、作戦はね、やらなくていいかなと。始めるぞ。うん、ゲチを始めましょう。思いますね。ゲチを、敵の居場所が知れました。始めましょう。まずはね、この部隊をフルボッコにしたいところですね。隙を見せたな。で、この梅火はね、やばくなったら逃げてね、始めましょうか。敵をはめてはやるっていうね、形を取りましょうかね。始めるぞ。ご命令を、ご命令を、命令してくれ。始めるぞ。ここです、ここです。やりたい、前へ。やりたい、前。何かありませんか。始めましょう。ゲチオ、お覚悟願います。始めましょう。ゲチオ、始めます。ご命令を。始めるぞ。お覚悟願います。敵をね、囲い込むというね、形で、そういう陣形を見せましょうかね。団体的だぜ。これはまずいな。お覚悟願おう。お覚悟願います。ゲチオ、始めましょう。敵の梅火はちょっとまずいですね。ゲチオ、これはやられたくなかったな。始めるぞ。お覚悟願います。始めましょう。横槍を入れろ。やりたい、不利ですね。うわ、何かありませんか。何かありませんか。ちょっと不利だな。ご命令を。覚悟せよ。やりたい、前へ。敵の居場所が知れました。いいの舞台はちょっと逃げさせたいな。始めましょう。やりたい、前へ。切り込め。一筋縄ではいかねえか。切り込め。ゲチオ、始めるぞ。ゲチオ、ゲチオ、ご命令を。ゲチオ、ご命令。ちょっとこれはまずいですね。ゲチオ、始めます。ご命令ください。ゲチオ、我らが破れるとは。よし、ゲチオ、さあ行こうぜ。始めるぞ。ゲチオ、ご命令を。
ゲチゴ、ご命令を。これはちょっとまずいな。本気でまずいですね。うん、ゲチゴ、ご命令を。ちょっといいの舞台を逃げさせましょう。やりたい前へ、やりたい前へ、ご命令を。ゲチゴ、覚悟せよ。ゲチゴ、やりたい前へ。うわ、だいぶ後方部隊がやられてますね。ああ、敵はのろし台を潰そうとしてるんですかね、これは。ゲチゴ、ああ、まずいな。やってやるぜ。ゲチゴ、始めます。ああ、ここでね、始めるぞ。キビスを返してみたいな形でね、始めましょう。うん、敵の本陣を目指してみましょうかね。このままでは、このままでは、うん、やりたい前へ。ちょっといいには悪いですがね、彼には、お覚悟、うん、全滅覚悟でね、こちらが一枚上手のようです。ちょっとやられてもらうしかないかな、これは。敵を制すは我が軍略よ。ご命令を、お覚悟願います。ゲチゴ、お覚悟願います。始めるぞ。足軽隊、前へ。切り込め。なんとかね、敵本陣を囲い込んでますね。こちらが一枚上手のようですね。うん、これでなんとか勝てればいいなと。敵の居場所が知れました。我らが意地見せてくれようぞ。これほどとは。なんか勝てそうですね。よし、なんとか勝ちましたね。損害がでかかったですね。次なる戦も必ずや勝つ。うわ、これはちょっと、痛いな。合流させると戻っちゃう形になるんでしょうね、これは。これこのまま大丈夫かな、いけるかな。大丈夫でしょうね。まあなんとかやれるでしょうね。ではね、こちらも、初戦で勝てればね、なんとかなりそうなんですがね。ではね、こちらも、おとりたい。おとりか。これはどうしましょうかね。敵強いですからね。これも、見張り小屋をね、置いて、奈落だとか、そういったので、
うん、動きを止める方向で今回は行きましょうかね。うん、兵力差はないのでね、うん、奈落なので敵をちょっと動きを封じる形にしましょう。うん、このような形で、このような形でね。で、うん、小太郎を置いて、で、見張りを置いてね。で、動きを良くすると、このような形でやっていきましょうかね。うん、ではね、この形でやっていきたいなと思います。我に続け。ご命令を覚悟せよ。ね、本田でちょっと敵を釣ってやりましょうかね。ああ、罠にはまりましたね。ご命令を。これでね、覚悟せよ。敵をこちらに引きつけて。やりたい。前へ。ご命令を。ゲチ、うん、ゲチ、それで覚悟しろ。この高橋常雲のね、舞台を潰しましょうかね。容赦せぬぞ。覚悟せよ。ご命令くださいませ。ゲチ、始めよ。で、こちらはね、ちょっと前に出ておきましょう。ゲチ、覚悟せよ。覚悟せよ。ご命令を。敵の居所知れましたな。よし。月を始めるぞ。叩きのめせ。月を。月を覚悟しろ。うん、このような形でやりたい。前へ。やれそうですね。なんとかやれそうですね。この舞台さえ潰してしまえばね。月を。うん、始めるぞ。で、ご命令を。周りの舞台でね、覚悟せよ。覚悟せよ。出張った敵を潰していけば。よしよし。ご命令を。始めるぞ。ゲチ、始めるぞ。横槍を入れよ。ではね、覚悟せよ。次は始めるぞ。皆さん、こちら側ですね。敵の居所知れましたな。よし。これほどとは、罠にはまりまくりですね。始めよう。ご命令くださいます。始めましょう。で、ちょっとこのゲージを貯めましょうかね。戦術ゲージを。油断しました。油断したか。これほどとは。よし。こちらもかかっちゃいましたね。ちょっと本田がやばいですね。始めるぞ。ご命令ください。ゲチ、これはちょっとまずいな。まさか。やりたい。ガラシャさんが。始めましょう。やりたい。前へ。うわ、名を覚悟せよ。だいぶ大混戦ですね。うん。ゲチを叩きのめせ。ゲチを。まずはでもこの舞台だよな。本当潰さなくてはいけないのは。覚悟せよ。超速化でを少し身動き取れないようにしてやりましょうかね。それよりもこっちかな。いや、超速化でをちょっと、魚ででね、動けなくしてやりましょう。我らが破れとは。よし。で、本陣でね、ちょっと超速化でをね、叩くと。始めよう。
うん、このような形で、ね、やりたい。次は銀千代ちゃんですね。本田が逃げれないかな、これ。本田が逃げれないっぽいですね。始めよう。やりたい。前へ出ちゅう。覚悟せよ。本田を逃がしたい。バカだ。ありえん。よし。まずね、こちらを叩いたのでね。始めるぞ。うん。始めよう。本田を逃がしてね。始めるぞ。なんとか。したいですね。始めよう。ゲチ、覚悟せよ。切り込め。やりたい。前。ああ、逃げれないか。ああ。ゲチ。ゲチ、覚悟せよ。ご命令ください。覚悟せよ。ゲチ。ちょっと本陣がやばくなってきましたね。うん。私の名誉。ちょっと本陣がまずいな。始めるぞ。やりたい。前へ。とっておき。食らわせてくれるわ。魚で押してね、ここら辺の部隊を、こちらにね、挑発すると。これほどと、これほどと。でわざとね、こいつは逃げてやりましょう。で後ろから追撃をかけるというね形で。で本陣は、このガナシャさんをね助けに行きましょうかね。始めましょう。やりたい。前へ。よし。力負けするとはな。これはね、あとは、調査課で本陣をね、叩いていく格好を見せればね、敵は詰むでしょうね。覚悟せよ。やりたい。前へ。やりたい。前へ。始めましょう。これで、やりたい、敵本陣をね叩けば始めよう。元近はね積みますね。知れました。このままではまさか。よし、我らが、これでね、まず初戦は勝ったっていう形でしょうね。志果たすまで決して負けはせぬ。なんとか勝ちましたね。うわ、高橋常務あ、志賀くんとかこんな強い武将。ではね、投降しないのでね、切るという形ですね。無念だ。敵はね、降伏しますかね。まあ一応ね、降伏の使者だけは送っときましょうかね。志果たさずして賞は終えられぬな。お、大友くんが、なるほど、なるほど、なるほど。よしよし。彼は大よけ？近くのねお城だったらいいんですがね。近くのお城ではないですからね。とりあえず口を敷きことよ。寝返らせておきましょうかね。だいぶ半兵衛くんがやばいですね。これより表情を行う。これにて表情を終えよう。
ね、品種改良した、これね、種を手に入れたのでね、ある程度内政はいい感じですね。うん、ゲチオ。ではね、今回はここまでにして、うん、初戦で勝ったということでね、とりあえずね、あとはお城が落ちればね、問題はこいつらですね、果たして勝てるのかということでね、次回やっていきたいなと思いますね。では今回はここまでにして、チャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。ではまた。